はい。えー、徳島新聞デジタル版、えー、ご覧の皆さん、こんにちは。えー、ギタートの堀尾和隆です。えー、今回連載が始まりました、ッ e イ It Be 私たちの音楽史。今日で2回目になります。はい。えー、前回はね、初回だったということで、えー、僕の、まあ、なんていうかな、自己紹介というか、私の、私の音楽史的な感じで、えー、いろんなことをね、お伝えさせていただきました。 えー、そうですね今日は2回目なんで本格的にね、えー、いろんな音楽の歴史を紐解いていきたいなと思います、えー、普段僕たち私たちがね、えー、親しんでいる今の J ポップスもちろんロック洋楽邦楽ポピュラー映画音楽いろんなクラシックもそうですねどのようにこう生まれて発展して進化して現在に至ったのでしょうか、まあ、そう簡単にはね、えー うんそうですね解説するのは大変ですけど、まあ、いろんなね側面にこう、えー、フォーカスしながら皆さんにこう僕も楽しく皆さんも楽しく濃く、えー、それをね楽しみながら知って少し勉強になってくれたら嬉しいかなと思っております、えー、そうですねアコースティックギターでの演奏もね、えー、必ずあの付け加わさせていただきますのでよろしくお願いします はいまあ、音楽の危険っていうとねまあ本当にあの、まあ、音がね出るってこと自体が、えー、音楽の始まりだったと思いますね。まあ、雷の音やね雨の音海の、ねえー、波の音そんないろんな音がこう人間の中でですね、えー、こういろんな感情をこう巻き起こしてそれがこうなんていうかな、えー、突然いろんなものがメロディーになってですね 鳥のさえずりもほう補欠球じゃないですけど音楽の一部としてね捉えられるようになったんじゃないでしょうか、えー、僕もねクジラの鳴き声とかねギターで真似ておりますこんな感じはは <music> <music>、えーまあこんなこともねライブでやったりしてますこれはあの水泳っていうね僕のののおじん曲 イントロで使ってるねアコースティックギターを使ったボリューム奏法なんですね、まあ、ちょっと解説するとねこうやって、まあ、タッピングって言うんですよね左手で叩いてからボリュームをこっちの右手にねこういうボリュームがありますからねこれを上げるでこうちょっとチョーキングしたりするわけですねはいそうすると海の底のねクジラくんがまあもしくはゾウかもしれないですね はいまあ、こういうような自然の音をねギターで出したりも、えー、僕もねしてますね、まあ、そういうとこからこういろんな、えー、人,に人がですね音に対するこう親しみや威風そういう何かこう感情にね訴えるものができていったんだと思いますはい、まあ、そこからねいろんなもう本当にもう何,何百年何千年とねかけて、えー、音楽というものがね生まれました、えー、本当にあの クラシック音楽の歴史が音楽の歴史みたいに、ね、語られることが多いんですけどね。日本のあの音楽教育では。クラシック音楽っていうのはまあ一つのヨーロッパ地方の、えー、そうですね、民族音楽であり、えー、もっと古くからいろんなアフリカにはアフリカの民族音楽、そうですね、いろんな民族、もちろん日本もね、えー、古来の素晴らしい音楽がいっぱいあったわけですよね。えー、そんな中でこう一番まあ 人類にとってエポックメイキングだったのはそうですねコロンブスがですね、えー、アメリカ大陸を発見したことから始まる、えー、ポップスジャズそうですねジャズポップスそれからまあブルースやね、えー、今の本当に音楽に通じる、えー、ロックンロールができたりビートルズができたりそうですね、えー、プレスリーが出てきたりする、えー、そういうポップスにつながっていく音楽の始まりになっていくわけですね。 はい。えー、コロンブスがアメリカ大陸を発見してからですね、えー、本当にあの、ヨーロッパ、特にヨーロッパですかね、いろんな国からいろんな民族がアメリカ大陸を目指して、もう押し寄せるようにもう移民としてくるわけですね。まあ、特にアイルランド移民の方とかですね、多かったかなと思います。まあ、スペインやね、ポルトガルやそういういろんな民族を押し寄せるようにこう、まあ、その周りからね、いろんな地域にいます。例えば、スペインだったら、あの、南アフリあ、南アメリカね。 あっちの方、アルゼンチンとかね、あっちの方をこう征服したり、いろんなことが起きたわけですね。その地域によって、またですね、その来た人たちと受け入れた、えー、受け入れてないか、まあ戦争になったりしましたね、そういう民族との間で生まれた音楽が、まあ、ボサの場につながったりですね、そういうアルゼンチン単語になっていったりですね、えチリの方ではフォルクローレね、えー、そうですね。ダー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  こういう音楽になったりですね。まあボサノバね。そうですね。そういう、えー、単語。えー、そういうこう民族の中で、まあ僕は好きなね、えー、ジャマイカではレゲエガね、こうね。 こんなことが生まれてきます、まあ、こ,こではちょっとアメリカの、まあ、いわゆるね USA と言われる、まあ、国を中心に、えー、話が、ね進,ま、進むようになっていきそうなんですが、えー、コロンブスが発見してからですねその、まあ、あのいろんな、ね、農園ができたりまだねそうですね産業革命はその頃まだ送ってなかったですからね、まあ、農業中心だったんですけど働き手が必要だということで。 えー、働きてそう簡単にはね、いませんので、えー、なんと、まあ、ご存知の通りね、アフリカ大陸から、えー、ネイティブアフリカン、まあ、あのー、黒人のね、えー、本当にあの、奴隷狩りがあり、こ本当に、ね、悲しい歴史なんですけど、えー、奴隷船に彼らは乗っけられててですね、もう本当、アメリカ、もしくはね、アメリカに近辺、まあ、ヨーロッパの方にも奴隷船はいっぱい走って、えー、そうですね、もう、 いくわけですなんとそうですね三分の一ぐらいは航海の途中で、えー、命をなくしねそのまま海に捨てられというようなですね本当に悲惨な扱いで奴隷戦というね悲しい歴史があったわけです、はい、まあその奴隷戦の船長、えー、代々奴隷戦だったらしいんですけどね、えー、引き継いでやってた人の名にですねジョン・ニュートンっていう 方がいるんですね、えー、ジョンさんは、うん、ちょっとこんな仕事嫌だなと思ってたんでしょうそれも,も今ね知る由もないですけど、えー、彼が、ね、奴隷船がね、えー、船団としてアフリカから、えー、アメリカにね向かう途中で本当に大変な嵐に巻き込まれましてですね、えー、船団も一隻二隻とですね、えー、難破し、えー、沈んでいく沈んでね行くという中で え、ジョン・ニュートンの船もですね、大きな穴が開いて、もう本当にそこから水が入ってきてですね、えー、もう本当にもう沈没寸前になったわけです。でジョン・ニュートンはそれまでね、えー、船長みたいなね、人間ですから、そんな経験なかったんでしょう。祈って、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 祈ってしてですね、えー、神様にもう僕は本当に悪かったこんなことしてたんで、もう罰が当たったんだ。あもうあなたの言うことを聞きますからってどう言ったかどうか知らないけど、えー、祈って、祈って、祈ってしたら、 その大きな穴にですね、船がなんと傾いたときに、ゴロンゴロンゴロンと、何かの大きな荷物がですね、ちょうどそこにぴったりとはまって、えー、穴を塞いでですね、彼の船は沈没を免れて、えー、彼は一命を取り留めるわけですね。えー、それでジョン・ニュートンは、ああ、もう私がこんなにね、えー、もう悪いことしたのに、神は許してくれた、助けてくれたっていうことで、えー、船から降りて下船してからしばらくしてですね、 えー、なんと彼は牧師になるんですね、えー、牧師になってま宣、あ、教師もやったらしいですけど、えー、それで悔い改めた彼が作った曲がなんと「アメージング・グレイス」だったんですね。わおーって感じでしょ。えー、本当にあの、まあ、彼は詞を作っただけなんですけどね、えー、そこにまあうん、今まであった何かの曲がこう、えー、くっついて名曲「アメージング・グレイス」が できたということなんですねいやびっくりでしょ本当にここからあの一つのアメリカの、ね、音楽の歴史が始まったんじゃないかなっていう気もしますねはいえー、まあそんなわけで,ですね今日はアメージンググレースをここからね演奏させていただきます、えー、アメージンググレースね、まあ、基本的なキーは C の場合はですね、えー、C と Am、えー、そしてあとはね F ですね あとはまあ G というか G7 というかね、そのだけでもあ C は、ね、C7 になったりもしますよね。本当にもう簡単なシンプルな構成で、コード進行でできてる曲なんですけど、まあ、それを今からね、皆さんにお聴きいただこうかなと思っています。えーまあ、シンプルな曲なんで、ちょっと転調したりね、最後リズムを僕の好きなレゲエっぽくしてみたり、してみようかなと思ってますんでね、お楽しみください。えー、よろしくお願いします。